はい、ごきげんよう。お久しぶりです。五十嵐です。今日はですね、本当に北海道暑いので、もう本州に負けないぐらい暑いんですね。で、経験がないから余計に応えます。今日は8月の末で撮影しておりますが、皆様に見ていただけるのは9月の初めですね。で、9月になったら、着物も帯も変えなきゃいけないんではないかというふうに思ってらっしゃるはずなんです。でも、この暑さで何をどう着たらいいのかしらっていうふうに困ってらっしゃるのが現実だと思うんですね。で、都屋ではこういう毎月河原版というのをお客様にお渡ししております。そして年に4回春夏秋冬、春夏秋冬と、全国の、仲間がね、こういうふうに日本着物システムっていうところで、このルルートというのを発行してるんですね。で、着物のことについて出ております。で、実際に河原版では9月長月は着物はこういうので、帯はこういうのがいいですよっていうふうにしてるんですけれども、活字で見ただけでなかなかわからないというのが現実だと思うんです。それで、たまたま私のよく登場してる、またタンスに眠ってる、そういうのをちょっと持ってきてみました。紙面から出たと思ってください。はい。で、9月ね、一重の時期に入るんですけれども、だいたいこういう資料を見てまとめてるんですけれども、東京中心なんですね。で、北海道仕様で気温に合わせて体感に合わせてしてみてくださいってよく私言うんですけれども、今年に限ってはもう東京と同じで構わないと思います。それでですね、この河原版の、着物の素材仕立てというところですね。で、炉ですね、こちら炉の小紋です。襟裏が炉になっておりますね。で、全体柄です。何の柄かわからないところがいいなと思って選びました。そして、上旬はこういう感じですね。で、夏大島、これは緑茶染めなんです。で、本当に反物の時はシワシワでもうどうしようかと思うぐらいだったんですけれども、着物になったらいい感じになりましたね。で、こちらが夏お召しです。こちら襟裏もやっぱり炉にしております。で、グリーンに濃淡で蚊がすりのような感じですね。で、帯の方はこちらが炉の袋帯です。ちょっとね、波頭が縁起がいいなと思って選びました。で、こちらが炉通ずれです。川島織物のね、これ本当に若い時に買ったものなんですけども、前回にもこちら登場してますね。今日炉ちりめんを着てきたんですけど、ちょっといいお席に出る時にはこれを合わせてもいいなという色合いですね。で、今日のこの袋帯は、塩沢なんです。夏塩沢ですね。この牛の角のマークが出ておりますけど、大変活躍します。で、あとは、中旬になりましたら紬の八寸というふうに書いてありますね。で、ルルトのこちらの秋号、こちらに琉球、沖縄の染色が出てるんですね。そちらに出てる花織のシリーズ、こちらは首里の花織です。結構お太鼓も前の方も長く柄が入ってるので助かっております。はい。で、こちらはね、有機でね、織り上げてる八寸なんです。こういうのを合わせていくといいと思いますね。で、厚刈りさんにはやはり下着ですね。頑張って9月だからって一重ね、着たいという方は下着を薄くしていくといいと思います。